はい、では、エッセイさんたちが装備を整えてきました。うん。で、ちょっとまあ迷ったんですが、せっかくなんでエッセイさんとヨシア君使いたいなと。エランディさんも使いたいなと。いうことで、どうしても物理寄りになっちゃうんで、やっぱり今とは会長は入れとこうと。いう結果、まあ、ロイド君を下げるという感じになってしまいました。まあ、とりあえずこれ、この4人で行ってみようか。で、まあ、この S さん、ヨシャ君の武器もプラス2にしておいたわけですが、まあ、エステルさんのね、靴、ストレガーライズということで、まあ、ストレガー社という、有名なスニーカーのメーカーがあるわけですが、このスニーカー、ストレガー社のスニーカーっていうのが、エセさんがストレガー社のファンなんですね。で、まあ、他の、ね、専用装備じゃなくて、この、誰でも装備できる靴なんかにも、ストレガー社製のものがあったりするわけですが、まあ、他の人はね、それぞれ、ま、なんかいろんな専用の靴を装備しているんですが、エッセイさんは専用装備もストレガー社製ということで、こだわりを感じる。うん。まあ、こういうのもね、ファンに、シリーズファンにとっては嬉しいですね。うん。はい、あと、ヨシャ君、ま、回避とか、型ですね。84% にしときました。無理すればもうちょっと、上まで行けるんですが、まあまあ、こんな感じでしょう。というところで、うん。まあ、ヨシア君、エステルさん、ちょっとレベル低いんですが、まあ、戦ってるうちに追いついてくるでしょう。うん。ということで、まあ、こんな感じで、次の総員に向かっていくというところですね。それでは改めて次の総員に向かっていきましょう。あー、これ戦わないと。あれ？ここは、マインツサイサンドか。マインツサンド。でも倒す。たことになる。今一応戦うか。そこだ。かかってきなさい。倒して、あ、調べてあるやつですよね。うん、はい。じゃあ、はい。バンバン行きます。ちょっと。強行突破だ。レイジングハンマー。うん、寝ましたね。あ、もう石化しちゃってるね。行くよ。シューッと崩したよ。もらった。マイル。うん。あれ、入らないか。あ、もう敵のに殴って勝てるか。崩れた。いもらった。気絶した。おうよ。はい。マイル。はっ。よし。このまま次に行こう。うん。マインツサンド扱いなんですね。最初の方か。こうか。アミサーム。あれは、まだ倒してないのかな。
まあ、いいか。よっしゃ、畳みかけるぞ。ああ、どうせないね。じゃあ、一回調べよう。傾向を解析。解析完了だよ。オルゲンギアント。ジューシーオルゲンが異常な成長を遂げた巨大な魔獣。重力共団体はさらなる厄介な障害に。アーツがだいぶ効くけど。僕が相手だ。強行突破だ。レイジングハンマー。行くよ。切り裂け。崩れた。ああ、バーストかなんかすればよかった。行くぜ。こいつはどうだい？クリムゾンゲイル。チャンスだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。任せて。はっ。はっ。私の番ね。ね。これ使おうか。全力で行くわよ。バリアントレイジ。限界まで強化します。それそれ。強い強い。みんなの勝利ね。行くよ。行くわよ。参る。よし、早く使おう。あれ？こっち？こっちか。あー、なんか強そうないるな。しかも、ちょっと待って、月鏡、誰もつけてない。あれ？あー、そうか、龍眼と月鏡、間違ってるな。これか。今のところ一個だけかな。強敵だな。歯ごたえありそうじゃねえか。まあ、いや、これで一気に攻めようか。ラウドウォリアー。3体は入らない。全然入らないな。もう行っちゃうか。全力で行くわよ。バリアントレイジ。マイル。これ使っちゃおうか。はい、行くよ。崩れた。もらった。行くぜ。これ寝てないよね。これで終わりだ。よしよし。私の番だね。入ったんだけど、加速はないか。加速ないか。加速ないな。どうしようか。調べて、倒してしまいたいな。とりあえず調べよう。傾向を解析。ボルカヌスアビス。地底深くに生まれたワーム型の魔獣。溶岩すら適応した、溶岩にすら適応したその皮膚に安易に触れてはならない。多分、恐ろしい反撃が待ってる気がするので、これで倒せるのかな。
無理な気がするな。ブレイクじゃなくてバーストで倒せそうな気がする。これ崩せるね。いや、まあ普通に殴っていいか。でも使っておこうか。いくよー、シューッと。うん、崩したよ。みんな一緒に行こう。よっしゃ、任せてください。そこ、はっ、はっ、うん、行きましたね。うんうん、みんなの勝利だね。うん、まだまだいけるぜ。やったぞ。よし、やったぞ。はい、では宝箱いただいて。良さそうな宝箱だ。ラカンジュ。あー、ブレイクダメージ80、敵の落とすスピース増加。これすごいな。ブレイクダメージ80ってすごいね。あれ？誰か破壊つけてた気がしたけど、そんなことはないか。エッセルさんつけとこうか。いやー、ランディに、いや、エッセルさんでいいか。で、こっち？こっちが。ダドリーさん、他の皆さんも無事でいてくれるといいんですが。うん、大丈夫、リンさんたちもついてるわ。あっちのことは一旦任せましょう。もうすぐ総員に到着します。私たちも気を引き締めましょう。ちなみに、あのウサギみたいなやつ見に行こうか。うん、粉末はこれか。そんないないね。強敵か。警戒を怠んなよ。うん、倒しとこう。強敵だよ、気をつけて。あー、BP がないな。強行突破だ、レイジングハンマー。遅い。とどめ。遅い。ラカンで強いな。私の番だね。アーツ使おうか。アークス駆動。合うよ。これで終わりだ。くらえ。うん、ブレイク入った。僕が相手だ。これに行く。切り裂け。崩れた。もらった。それ。僕が相手だ。うん。切り裂け。上等だぜ。あー、リンクしてたか。まあまあ、はい、いくよ。シューッと。崩したよ。もらった。とどめだよ。あたしの番ね。はい、
行くよ。よし、このまま次に行こう。うん、まだまだ行けるわ。使うんだ。はい、これで強敵15体では、いよいよ月の総員ですね。うん、あそこにも金があるわけですね。うん、到着です。久しぶりに来たが、相変わらず不気味な場所だな。あ、例の教団が中世に築いた遺跡の一つ。うん、まあ、教団事件はゼロの奇跡のお話ですね。先ほどまで戦闘があったみたいだが、この雰囲気は、エッセイさん大丈夫か。え、これって幽霊前の時みたいに、あの星見の塔と同じ霊力が活性しているのか。エッセル行くよ。うん、とっととやっつけるわよ。とっとと終わらせるぞ。うん、まあ、この霊脈が活性化することで、まあ、こういう幽霊みたいな、まあ、モンスター、まあ、いわゆる魔獣とは違うものが出てきて、エッセンさん、この幽霊が割と苦手だったんですが、今はもう大丈夫になったのかな。強行突破だ、レイジングハンマー。私の番だね。調べようか。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。うん、アミススピリッツ、怨念の連鎖が生み出したじゃれ。このように悪意と背徳と蔓延させ、人間の自滅も黙んでいる。その方向は悪夢を誘発する。うん、邪念の方が悪夢で邪念の方が悪夢にやられてしまっていますが、行くよ。おー、そこだ。もらった。俺の番だな。これで終わりだ。くらえ。強い。戦闘終了。全員無事だな。うん、ふう、なんとかなったわね。ふう、強くなったね、エッセル。以前はこういうの苦手だったのに。うん、まあ、各シリーズこの幽霊苦手キャラみたいなのがいて、空の奇跡はエッセルさんが幽霊が苦手、ゼロの奇跡、青の奇跡ではエリーさんが幽霊が苦手、千の奇跡ではミリアムちゃんが幽霊が苦手みたいなね。そんなのがあったわけですが、エッセルさんも大丈夫になったのかな。うん、今さらお化けごときを怖がるエッセルさんじゃないんだからね。あ、お嬢はまだまだ克服できてなさそう。エリーさんはまだ、幽霊が苦手と。あ、まあ、人それぞれだろう。それよりも、あ、肌が泡立つようなこの雰囲気。僕ですが、不可思議な気配を感じるくらいです。何らかの原因で霊脈が活性化してるみたいだね。超意識の時と似たオーラの気配、おそらくはこちらに来ているという。あ、うん、
だとしたらなおさら急がないと。早速攻略を開始しましょう。うん、イリアさんを止めるためにも急がないといけないと。ああ、黒の兵士もいるはずだ。無力化しつつ進むぞ。はい、あとは大丈夫かな。行ってみましょうか。まあ、回復はあんまいらないけど、あれ？どう会長って。しまったな。これはそうか。で、どれだっけ？これですね。これつけとく。まあ、一旦 EP 回復して。うん。これが総員の内部。聞いていた通り。内部もかなり不気味ですね。うん。ええ。しかも前に解いたはずの仕掛けが復活しているみたいです。黒の英士の仕業ですか。アンブッシュにも注意しましょう。うん。あ、上でマシブスされていると。アデプターアデプター永遠を求め魂を捧げた暗黒時代の魔導士当時精神が消え失せ執念だけの存在と化している、うん、音量召喚危ないティアラ行くよ。面倒だな。タケルラウドウォリアー僕が相手だ。あー耐えらないか。切り裂け。崩れた。もらった。取った。うん。オッケーオッケー。私の番だね。ね、隊長調べる。敵ユニットの傾向を解析。陰影の図は次元の挟まった漂う異形、中には横島なる闇が閉じ込められており、破壊すると爆発が起こる。うん。どうしようか。風、空。間に合わない気がするな。
今日も普通に攻撃しようか。今だよ。もらった。よし。僕が相手だ。崩れた。はい、もらった。よし、このまま行くわよ。よっしゃ。ああ、エステルとならどこへだって。うん、なんとかなったな。やったね、ロイド君。支援課と遊撃士の皆さん、本当に息ぴったりですよね。うん、ま、伊達に何度も協力してきてねえからな。まあ、エスエルさんたちとロイド君たちも長い付き合いというか、もう2年以上の付き合いになるのかな。2年前のね、それこそ教団事件の頃からエッセルさんたちとロイド君たちはお互い協力し合っていると。はっ、ガンガン行くわよ。うん、キジムーン。まあ普通に殴るか。はっ即死。ちょっとこれ一旦ラミさん待機して、敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。うん、ね、キジムーン夢の中に現れるとされる邪精。敵からの霊力を受け活動し、蓄えた圧縮月光粒子を発射する。敵の光に導かれ何度も蘇る。うん、僕が相手だ。崩れた。もらった。よし、このまま行くわよ。よっしゃ。ああ、エステルとならどこへだって。うん、あ、良さそうな宝箱だよ。ハード、これ強いですね。何か利権つけてたっけ。つけてないか。まあいいか。だからおっと、こうなっていると。ん？土のうが置かれてるけど。あの宝箱は、あーあっちか。あ、ん？こう通れるのか。ティオルの薬。ついてますね。うん。で、こっちに行けばいいと。見落としないよ。ん？あそこから上がるの。おっと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 。いきなり人がいた。うん。ふふ。おい。なんか変な。おっと、あ、しまった。しまった、しまった。はい。ヨシャ君は。ヨシャ君は攻撃すると危ないよと。うん。調べてない人たち。調べてる。この、あれ？スタンダード部。これね。拘置所に出てきたよね。まあまあ。これを解除して。強行突破だ！レイジングハンマー！デンジネット、投射！
続いてください。任せたまえ。そこそこだ。うん、犬がめっちゃめたいされてやってる。もう調べとこうか。ザンダーノーベン、プロの意志が放つ軍用魔獣、速さに特化するように訓練されて反応する間も与えず獲物に食らいつく。僕の番だ。ヨシア君に改良地にされてしまっていましたがなんかみんなひどい状態になってる。石火弾リロード、逃しはしない。崩れた。今だ。私の番だね。始めるよ。僕が相手だ。まあもうもう適当で掴んでるんじゃないかな。私の番ですね。チャンスです。おのれバカな。よし、このまま次に行こう。掴んだ。やりました。まだまだいけるわ。まだまだいけるぜ。カルディリード、炎をまとって大型ライフルの斬撃をと狙いすました銃撃で敵を殲滅する。で、こっから登っていけばいいと。採用がもう見えるね。でも近くに見えるようでなかなか行けない感じかな。正気。まあここへの道をつながないといけないのか。こっちは、ああ、いけないと。とりあえずここかな。わ、水が溜まってる。こんな場所があったんだ。外回廊ですね。空が見えると少しホッとします。向こうの扉から先に進めたはずだな。魔物に注意して回り込もう。広いな。広いね。まあ宝箱取りながら敵を調べながら行きますか。なんか強そうなのいるな。あ、しまった。だからヨシア君攻撃すると危ないよと。今だ。ライダー任せろ。あたしの番ね。クモが不用意にヨシア君を狙ったばっかりに、このキジムーンさんが巻き添えでやられてしまった。かわいそうに。強行突破だ、レイジングハンマー。よーし、せっかくなんでしようか。そこだ。もらった。俺の番だな。ヨシア君が強すぎる。雲を調べよう。やっ、ダークウィル能力に当てられた雲型魔獣、もがくほど粘る糸を吐き出し、自らがんじがらみになった獲物をじっくりと捕食する。僕が相手だ。まあこれでいいか。切り裂け。
任せてくれ。うん、そこだ。なんそこまでだ。強制観察を開始する。うん、これがジャスティスの力だ。おいちょ、これでとどめだ。ジャスティスバレット。行くぞ。うん、えいと行くわよ。はっ、行くよ。あー、これは危ないな。でもさすがに勝てるか。よし、このまま次に行こう。うん、いやー、ヨシア君強いな。やったぞ。ここを宝庫いただいて、うん、雲はもういいです。めっちゃ追ってくる。強そうね。注意しないと。どれ、え、ちょっと待って。あー、これか。行くわよ。はい、これね、はい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 。強行突破だ。レイジングハンマー。よーし。あー、入らないな。もう使っちゃおうか。全力で行くわよ。バリアントレイジ。これで行くよ。うん。切り裂く。私の番だね。敵ユニットの傾向を解析。うん、掴めた。うん、オルガリ、オルガ、ん？オルガリア。冬の騎士人形。暗黒時代に正気の影響を受けて、本来の使命を忘れてからは冥界との花もさえ合っていた。うん、これですよね。必殺30。ほー、使ってみようか。覚悟してもらうぜ。うん、ほら、てや負けだ。吹き止め、チャンスだ。ほい、父ちゃん頼んだ。了解。ぜい、行くよ。うん、あ、負けだ。すごいな。回復されちゃうな。なんだ、倒してしまう。あ、厳しいか。まあ、これでいいか。強行突破だ。レイジングハンマー。行くよ。切り裂け。回復されちゃうね。あー、しかもなんか回復の技使ってくるね。行くわよ。秘術とか効く？効かない、それ。凍結が若干効きそうだけど。まあまあ。遅い。はあ、とどめ。うん。行くよ。まあ、使うか。ラウドウォリアー、行くよ。切り裂け。そこだ。もらった。うん、幻が効くんですか。アークス駆動。追うよ。もう一回やってみようか。覚悟してもらうぜ。ほら、てや負けだ。吹き止め、崩れたぜ。続くよ。
うん、強い強い。よし、うん、先に進もう。行けましたね。よし、やったぞ。うん、で、この宝箱いただいて、月輪が、まあ、いいか。これは希少品だな。あと、雲と、こうちっちゃいのと、ちっちゃいのばっかりかな。おお、精進料理。よし、ゲットだ。はっ、正気。うん、これで一つ。ああ、まだこっち側か。あれも強敵だから、もう倒した方がいい。なんてきた。気合を入れよう。うん、まあ、ラウドウォーリアでいいか。ラウドウォーリア。はい、一刻の牙。おー強い。あー、大くらいダメか。ルーマゲルでいいか。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル崩れたぜ。続くよ。よし、うんと恐ろしいのがと敵に回っちゃってるけど、技術遅い。はー、とどめ。お、マレが入ったね。うん、オッケー。ね、会長はアークス。駆動やん。僕が相手だ。で、ヨシア君の CP がないので、どうしようかな。アーツがいいのかな。でもないか。まずいか。解き放て、バリアントレイジ。うん、めんどくさいです。行くよ。行くよ。あ、シューッと。エッセルさんの CP が危ない。崩したよ。もらった。でもまあ仕方ないか。俺の番だな。このターンでランディにとどめさせないもんね。まあいいか。こうやってもまあまあいい。崩れたぜ。俺に行ける。一気にボコるぞ。了解。ああ、はっ、行けましたね。これぞチームワークの勝利だな。うん、まだまだ行けるわ。うん、使うな。やで、この宝箱いただいて、プレゼントミラー。うん、やったー、レアものだね。うん、はっ。これで一通り回ったかな。よしよし、じゃあ次、月の添いのさん、こっちですね。